はいい感じですね。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。中山牝馬ステークス12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは3番オーダーザオールビュアグッドラック。外から行こうというところ、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。内を通ってスルスルと肩のワイキキが上がっていきました。ダイワリプルス、それから渚、その外6番メジロドーベル。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。ケープリズバーン、これと一緒に北高ビューティー、そしてその後ろから杉野キューティー、それから桜赤月、8番丸加古町、その後ろ3馬身くらいあって4番成田ルナパーク。流れるようにレースが進んでおります。そして1番人気の片野ワイキキ、うまくいっているんではないでしょうか。そして2番手にビュアグッドラック。大歓声に迎えられて片野ワイキキ先頭、さあ先頭は片野ワイキキが5馬身リード、外からはビュアグッドラック、片野ワイキキ先頭、メジロドーベルが2番手、次のキューティー懸命に追う、先頭は5番片野ワイキキ、片野ワイキキ1着、1番人気に見事応えました。
えた馬が戻ってきました。ちょっと戻しきれませんでしたね。いい感じですね。気合い十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。各話のゲットインスムーズ。さあ準備が整いました。新潟大賞典 2000m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはポートブライアンズ、そしてその後ろから1番片野ワイキキ、ちょっと離れて4番桜井キスパートでやります。
7番テイスアゲインアラバンサ、そのうちに2番トナンテ、そして外からは3番エイシンガイモン、ブリリアントロード、ほとんど馬体が合っています。カネトシガバナー、そのうち6番エリモソルジャー、ジムカーナー、ミラクルタイムがその後ろ、もう一度前の方でありますが、3番エイシンガイモン、それからカネトシガバナー、そのうちからは6番エリモソルジャー、外から1頭ジムカーナー。さあ新潟競馬場は大歓声であります。大歓声に迎えられて、パタノワイキキ先頭、さあ先頭はパタノワイキキが一馬身リード、先頭岡部とパタノワイキキ懸命に粘ったパタノワイキキ、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。2番手にボートブライアング、先頭は1番パタノワイキキ、外からはアラバンサが来ている。先頭岡部とパタノワイキキ、パタノワイキキ1着、1番人気に見事応えました。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。気合い十分ですね。感じですね。今週はレースがあります。どうでしょう。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。今年もまたあなたの、そして私の夢が走ります。宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、スペシャルウィークかグラスワンダーか、私の夢はサイレンス鈴鹿です。注目の先行争いでありますが、先手を取って片野ワイキキ、そしてその後ろから4番飛行機雲、それからグラスワンダー、
そして4番手にステイゴールド、そのうちからは末広コマンダー、各馬第1コーナーに差し掛かります。それからもう1頭11番インターフラッグ、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のスペシャルウィークであります。そして内からは待ち金福来たる、その外に7番西の大王、内を通って3番ローゼンカバリー、その外からは9番キングヘイロー、10番大隅ブライト、これがしんがりであります。さあ前の方はどうなっているのか。片野ワイキキ陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。徐々に差を詰めます。さあ阪神競馬場のスタンドから大歓声が上がります。スペシャルウィークは5番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。2番手にグラスワンダー、パタノワイキキ余裕がある。グラスワンダーが2番手、先頭は5番パタノワイキキ、これは強い。パタノワイキキまだ見ぬ大機はここにいたか。レースを終えた馬が戻ってきました。馬体はいい感じですね。